V の発音、やり方は分かってるはずなのに、それでも発音できない人は下唇がほにゃららです。口の形は正しいけれども、それでも聞き取ってもらえない人は、ほにゃららの何と何かが足りません。というわけで、だいたい7分で V の発音に自信が持てるようになりましょう。Welcome back to Clear English. I'm your navigator, Aya Watanabe, and it's week 4, day 3.今日の単語はこれです。van、まあ、日本語だと van っていうやつね。この V の発音を見ていきます。 I have good news for you。 V の発音は V っていう有声音なのね。ということは無声音もあるんだけれども、これが昨日やったばかりの F です。なので一つできるようになったらもう一つもね、すぐにできるようになるよ。 F は fan っていう発音でやりましたね。V と F は有声音と無声音の違いだけだから、口の形は同じよね。そして声があるのが V の方で、声がない方が F ということね。有声音と無声音それぞれちゃんとできてるかを確認するためには、喉がフーって震えるのが有声音、そしてフーと震えないのが無声音ね。じゃあ有声音の声って何なのって思うかもだけれども、これはずいぶん前にあった地獄の底のゾンビの声、うーってやつなのね。で、V を言ってる時にこれでね、ブーブーブー、こんな感じ、このうーっていう、この声が有声音の時に出てる声なのね。英語の F と V の作り方をもう一度振り返りましょう。上の歯と下唇の間の隙間から勢いよく息を出す音ね。これを作るための3 steps はこんな感じ。まずは下顎を引く、あるいは上の歯をね、出っ歯にして、うんって前の方に持ってこようっていうんでもいいよ。1番をやることで上の歯の方が下の歯よりも前に出てるから、そのまま上の歯を下ろしてくると下唇に乗るのね。この時にふんわりと乗せることが大事だったね。そして最後にこの下唇と上の歯の間にできた隙間から息を強く吐くってとこは大事ね。ふー、そしてうーをつけたらうー。では英語の V で va vi vu ve vo って言ってみましょう。 va vi vu ve vo va vi vu ve vo va vi vu ve vo。 Let's practice。 では van を発音してみましょう。 van 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 van。 というわけで今日の有声音と無声音の組み合わせは文字で書くと V と F だったね。そしてこのね、 F でも大事だけれども V でもっと大事な発音のコツってのがあります。それは何かというと脱力です。このね、脱力っていうのはどこから力を抜くかっていうと、下唇から力を抜くことでこのね、 V のね、振動を作るの。というわけで冒頭でお目にかけたスライドの答え、やり方は分かってるはずなのに V が発音できない人は下唇に力が入っている可能性が非常に高いです。ブーってやってる時に下唇を触ると震えてた下唇が止まってしまうので音が出なくなるはずなのね。ちょっとやってみます。こんな感じ。 Let's practice。 ではそれを踏まえてもう一回 van を発音してみましょう。あと N の長さも気をつけてね、鼻から抜きますよ。 van 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 van。 Awesome。 No。 F と V の発音で間違った方法ももう一度振り返りましょう。まずは下唇を噛むっていうやつね。噛んじゃうと、さっきね、手で触っても音が出なくなったみたいに歯が当たったら音全然出なくなるからね。それから下唇を口の中に巻き込んじゃってる人、これはね、もう全然ね、形からして論外ね。そして最後にこの下唇になんかのね、理由で力が入っているとやっぱ震えないから音が出ません。ちなみに日本語のバーって音はどうやって出してるかっていうと、バーバーバー、上の唇と下の唇両方をくっつけてからバーって話す時にバーって音が出る感じね。なので F とか V みたいに
上の歯と下の唇っていうのとは全然口の形が違うのね。口の形が完璧に正しいのにそれでも聞き取ってもらえない人、そういう人に足りないものは何かというと息なんだけれども、息の何でしょう。量が足りないっていう話はこれまでもしてきました。あともう一つね、大事なのがあって長さなのね。なぜかというと脱力が大切って話をしたでしょ。その時に下唇から力を抜いて V の振動を作るって言ったでしょ。この振動がめちゃくちゃ大事なのね。で、聞き取ってもらえないっていう人は振動を聞かせてないからなの。息の量がないとまずは振動しないし、それからある程度長さを持たせてうーって言ってあげないと相手にね、振動してますよっていうのが聞こえないでしょ。だからね、量と長さ両方ともすごく大事なのね。 Let's practice。 ではもう一回 van 発音してみましょう。 van 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 van。 少し早く言ってみます。Van, van, 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 van. Good job! Let's train your muscles. 発音は筋トレです。Van, fan の筋トレをやってみましょう。Van, fan, v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 an, fan. 自信のある人限定でちょっと早いのやってみますよ。Van, fan, v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 an, fan. You're amazing! 発音はあくまでも筋トレです。知ってるだけでは意味がなくって、すぐにできるっていうことが大事なのね。そのために今日も明日までね、van っていう単語に集中して練習してみてください。最後にお願いです。いいねマークをクリックしていただけるとすっごい嬉しいです。やる気出ます。それからチャンネル登録とかその横にあるベルのマークをクリックしておいていただくと、私が新しい動画をアップするとすぐに皆さんに分かるようになると思います。じゃあねー、バーイ。今回の動画に関連したおすすめ動画と続きの動画もご覧ください。チャンネル登録してサポートしていただけるとありがたいです。 Thank you. See you soon.